皆さんこんにちは。今日も一日なんとか無事に終わります。海はいつも優しくてね、穏やかでね、誰もいないな。今日は釣りしてる人もいません。今日はボランティアさん開放デーってことでね、お待ちしてたんだけれども、何人か遊びに来てくださいました。全国に向けてね、どのようにワイワイを発信していこうかってことで打ち合わせに来られた方がね、2組いらしたんだけど、本当に私の思いをね、受け止めてくださっていい話にまとまりました。やっぱりいろんなものを展開していくにあたって自己満足じゃいけないってことをね、日々感じさせてもらってるんですが、私が目指すところはみんなで一緒に成功したいっていうところなんですよね。成功する、文字にすると成功の成は一緒なんだけど、なる、幸せになるって書いて成功を目指しています。やっぱり利益とかね、そういうのは目の前にドーンとそこの数字をね、目標に進みがちなんだけれども、そうではなくって、人と人を、心と心をつなぐビジネスっていうのをしていきたいと改めて思っているので、どんな風にその方たちをつないで笑顔の連鎖、循環、感謝だったりとか、そういうね、ものが広がっていったらいいなと思っています。このワイファイを拠点として浜の可能性をね、いろんなところに発信していきたいんだけれども、ワイファイ自体が今だいぶいろんな人たちの気持ちが寄せ集まって、日々ね、目まぐるしく、でも穏やかにね、時が流れています。一体これからどんな風になるのか、私自身も毎日ワクワクしてね、今日もね、3時ぐらいに目が覚めちゃってね、暑さもあったんだけど、海はすごく綺麗で、浜に流れ着いているやっぱり、漂着物なんだけど、資源に見えます。ゴミと言ってしまえばそれまでなんですけど、やっぱりそこから流れ着いたものからね、いろんなことが学び取れると思うのね。お子さんと一緒に拾って、これはどこから来たものだねって、で、前までの私だったらそれ触らないでねって言いがちなんだけど、今は危ないものでなければ触るのはね、静かに見てる。結構遠くのところから流れ着いたんだねとか言ってね、海は世界とつながってるんだよっていうことを子どもたちにも伝えています。で、木とかくるみの半分のかけらだったりね、そういうものは燃やして燃料になるし、乾燥類はそのまま土に戻っていくし、で、戻らないものは今ここにあるのなんだろうねって見てみると、やっぱプラスチックごみなんですよね。で、それを子どもたちとね、プラスチックのごみって自然に戻らないね、こうやって流れ着いちゃって、でもこれってまた燃やしたり片付けるのにお金がかかるんだねって、そんな話もしたりしています。で、割とね、手軽にプラスチック製品で買いがちなんだけれども、買うなとは言わないんだけれども、なるべく自然に戻せる形のものを購入するとかね、そういうところに意識が向けられていったら、プラスチックのゴミをね、処理するための労力っていうのはいらなくなっていくんじゃないかなと思っています。プラスチック自体がね、再利用としてスニーカーになったりとか、プラスチックを食べてくれる微生物がいたとかね、いろんな話が出てきてますけど、まだまだこうやって流れ着いてる現状を見ると、手軽すぎてね、手軽に100均とかでね、パッと、ボールをね、買ったりするかもしれないんだけど、買ってもいいけど最後まで使い切る、もうずっと責任持って大事に使いますっていうね、
そういうのを約束ごとにして私は買うようにしています。お弁当箱一つにしても竹のものを買ったりとか葉っぱのものにしたりとか、自然のものでね、なるべく生活自体合わせていけたらいいなと思ってます。洗剤もね、海見てると時間忘れちゃうね。そろっと行かねばならぬという現実の世界に戻らねばならぬという母なんですけれども、だんだん夕日がねこう沈むのが早くなってるのかな。一気にね落ちる時は落ちますよね。海を見れないねところにお住まいの方たちにも今後は夕日をどんどんお届けできたらいいなと思っています。今日一日振り返って自分のやりたいことをやりきったか、明日はどんな一日にしようか、誰に笑顔になってもらおうか、自分にはどんなご褒美をあげようかちっちゃなねご褒美でいいと思うんだけども、自分を喜ばせてあげることって、自分がやっぱり満たされてないと周りの人もね笑顔にしてあげられないと思うんですよね。私かなりね自分に甘いです甘い甘いそれでいいと思ってる。子供たちにもねいっぱい笑顔になってほしいからね、私はここでエネルギーをチャージしてリアルな社会に戻っていきます。今日もたくさんの方たちにいろんなお話をお聞きしました。学ばせてもらいました。私をずっと企業初期から見守ってくださっていた先輩もふいと顔を見せてくださったんだけれども、どんな彩子さんもいつも一生懸命だよねって言ってくれて涙が出ちゃいました。人の応援ってありがたいです。今日はここまで。また続き、夕日をねこんな風にゆっくり眺める時間も大事だなって日々感じてます。明日もどうぞいい一日になりますように。皆様の笑顔を願っています。